ャンネル白熊です。今日冬ね、12月なんですけど、めっちゃいい天気です。快晴で、今日紹介するのはもう見ての通り帽子です、コペンだから許されると思ってますね。こんな帽子、今ね、めちゃ暖かいんですよ。これが、ニット帽なんか目じゃないくらい暖かいです。コペンオープンするからなんかね、こんな帽子もいいかなって。まあネットでね、コペンの方がね、こう飛行帽をかぶってたんで、あ、いいなと思って、でちょっと厚手のものを探したんですね。厚手の、すごい厚手のものを探して、そしたらこうネット上にあったんで、安いんですよ。2000円しないんですよ。2000円しないで、このあったかさは最高ですね。ここ毛があるんで、ここ冷えない。ここ意外に冷えるんですよ、実は。すんごい飛行帽ってなんでここに毛があるかって言ったら、これだったんですね。風が当たるんで、やっぱすごい冷えるんですよ。最高っす。耳もあったけえしね。オープンしても全然大丈夫、頭は冬のコペン、もう雪国のコペンだから楽しめることってやっぱあると思うんですよ。例えばこの服装とかね、そういうのも全部ね、こう楽しめちゃう。オープンするためにね、お金かかりますけどね、ちょっとね、今日はこれからダイハツに行くんですよ。ダイハツでちょっと鉄拳と洗車と一緒にやってもらおうかなって。冬場になるとどうしてもですね、下回りをね、定期的にちょっとチェックしてもらいたくて、青森とかすごい雪多いんで、普通にそこをガリガリしちゃうんですよ、雪で。まあコペン車高が低いんでね、どうしてもそれになっちゃうんで、そのためにね、定期的な点検はちょっとしてもらってます。下回りね。でついでにね、ダイハツさんで洗車もしてくれるんで、一緒にしてもらいます。どうですこの帽子、ところで似合ってるとは言えないですよね、なんかね。でもあったかい、いやいやあったかい。こんなあったかいとは思わなかったですね。ニット帽でいいかなと思ったんですけど、いやー、これほんとあったかいですよ。全然頭だけ平気、耳も大丈夫。意外と耳冷えるんでね、きついんですけど、めっちゃ楽しいですよ。こんなね、こんなオープンして青森で雪ね、周りいっぱい積もってる中ね、オープンにしてね、オープンにしてこんな帽子かぶってるの俺くらいでしょうね、多分ね。楽しすぎですよ。ああ、ダイハツさんだ。なんかちょっと安心しますね。いつも本当お世話になってます。私の無理なんだよね、意外と聞いてくれるんで。よいしょ。今日はこんな感じです。楽しんでもらいました。一応リンクは貼っておきますね、帽子の、ね、よかったらいろんなね飛行帽あるんで、よかったら、ね、皆さんも試してみていただければ。じゃあ今日はここまで。シフトレバーがリバースに入りました。